幻聴って一部の精神疾患に特徴的な症状だとされていたけど、はい、最近になって小学校高学年のお子さんの 17% ぐらいが、はい、まあ、日常的に幻聴を聞いているということが分かったり、うんうん、大人になっても大体 10% 前後は日常的に幻聴を聞いている、はい、まあ、クラスに5人ぐらいはいるような、うん、あの普通の経験だってことがだんだん分かってきて、これまでは幻聴って言ったら大変だってなって、はい、消さなきゃっていう風なアプローチ一辺倒だったんですけど、幻聴と仲良くなる方法があるっていうことが今世界中で脚光を浴びてるというかですね、注目されてる、あるものとしてコミュニティで受け入れて、でその幻聴をもう含んでインクルードして、あの仲良くなっていくっていう風なセラピーがあのとても効果的。当事者研究ってこう見えにくい障害からスタートしたんですけれども、実はその障害がない人もその自分を持て余していたりですとか、自分を捉え損ねている時っていうのがあるような気がしていて、あの今まで障害の領域で取り組んできた当事者研究を職場づくりに当事者研究っていうのをこう展開できないかっていうのを今やっていて、はい、ちょっと当事者研究のお話に入っていこうかなと思うんですけれども、はい、見えにくい障害に対する、同化型差別の根深さって、ああこれはそうですね、うん、普通は丸々でしょって言われるあれですよね、うん、そうですね、差別にはこう排除型と同化型があるっていうふうな言われ方をすることがよくあるんですけれども、はい、もうあなたと私は違うんだからあっち行きなさいっていうのが分かりやすい排除型の差別、ね、はい、で逆にこうあなたと私同じでしょだから甘えないでとかね、うん、同じ条件で やりましょうねって言われるのが本当は違うのに、はい、本当は違うのに同じでしょうだから頑張りましょうよ、うん、甘えないでっていうのが同化型の差別ですよね、うん、で傾向としてとか、まあ、一般論としては言えないかもしれない、傾向としてはパッと見違いが分かりやすければ排除型の差別を受けやすい、うん、でパッと見違いが分かりにくいと同化型の差別を受けやすい、うん、なのでそのそれに対するカウンターアクションも逆向きになりやすいということですね。排除に対してはいや一緒だよっていうことを言わなきゃいけないし、同化に対してはいや違うよっていうふうなことを言わなきゃいけないっていうことですね。確かにそうですね、同化型と、うん、そうあの差別あの、ね、突き放し型、排除型、排除型ですね、排除型は、うん、学校教育の中では顕著ですね。だから顕著ですね、はい、顕著ですね、私たちと同じに なれなければあっちに行きなさいですよね、はい、であっちに行ってる人は違う人だから、うん、でもお前は同じ人なんだからちょっとやりなさいって、まあ、どっちも辛いんですけどね、うん、確かにな、見えにくい障害をどうやって研究するかっていうのはすごい大切だと、まあ、そうですね、うんうん、なんか僕ら、まあ、特にテックを使って今やってることってどっちかというと見えやすい障害を相手にしていることが多くて、移動がしにくいタイプの障害の場合はじゃあそれをナビゲーションすればいいのとか動かしてあげればいいのとかロボットつければいいのみたいなのと、あと、まあ、情報系の障害の場合はそれっていうのは他のモダリティに変換すればいいのと、例えば読み仮名に変えればいいのか、指文字に変換すればいいのか、点字だったら触覚点字に変えればいいのか、字幕を出してあげればいいのか、それは振動に変えればいいのか、まあ、いろんなものが出てくるわけでございます。うん、まあ、本当に難しいのは多分同じ言葉を受け取ってもその言葉に感じられないとか、あのそうやって何か社会制度ではこう当たり前だと言われたことに対して向かっていくのが礼儀だマナーだとか言われているものに対してそれを取れない人っていうのは別に一定数いて、でそれに対してその同化圧力をかけているものに対してテクノロジーが介入するというのはなかなか厄介な課題で、その場合は当人を変えるんじゃなくて周りの人に理解してもらうためにテクノロジーをうまく使うか、あとは本人がスケープゴートのように周りに責められないために防護壁としてそういうものを使うかのどちらかになってしまって、防護壁のようにそっちを使うっていうのは多分あんまり正しいか正しくないかって議論難しいですけど、なんて言ったらいいかな、あんまり僕は望ましい使い方ではないなと思うの。わかります。なんかね、あのいやメールとか全然なんか僕書けないんですけどっていう人があったかも書いたようにチャット GPT で書いてあげることが正しいのかどうかっていう是非について僕結構悩むんですけど、そうですね、そうですね、なんかそういうの多いですよね、やっぱね、みんなに気づかれないやつ、で当事者研究っておそらく多分当人しか自覚できないようなものの方が、あの研究のなんだろう、面白さっていうか重さが出てくると思うんですけど、最近っていうかやられてきた当事者研究でこういうような事例があったとかご紹介できるものがあるか、そうですね、いやおっしゃる通りで、私はどちらかというと見えやすい障害というか、こうパッと見あ違うねっていうふうに分かりやすいわけですよね。でそういう私にとってはあの次の
ステップっていうのは私に合うように社会を変えるっていうステップに、うん、すぐ行けるんですよね、はい、まあ、実現するかどうかさておき、はい、向かっていく先は分かりやすいっていうところがあります、うん、ただその同化型の差別を向けられやすい一見して違いがあるんだかないんだかよく分からないような、はい、そういう体や認知特性を持っている当事者っていうのはここが重要なんですけど本人からも見えにくいっていうか、うん、周りから見えにくいものは本人からも見えにくい、うん、なぜだかわからないけど周りと同じように感じられない、うん、なぜだかわからないけど周りと同じように振る舞えない、私はわがままなんだろうかとか、うん、私は反抗してるんだろうかとか自分のキャラクターやパーソナリティの問題にこう変換して解釈するほかないっていう状況に置かれやすいんですよね。でそれがただそれは行き詰まっていく、やっぱりそれは自分を永遠に責めたり周りを永遠に責めてもらちが開かないという状況にこう入り込んでいってしまうわけですね、はい、で当事者研究はまさにそういう場所で生まれたというかですね、その自分からも他人からもよくつかみがたい自分の性質っていうんでしょうか、そこを捉えていく表現を探すっていう営み、一言で言うとそうですね、うん、で表現というのがやっぱり当事者研究においてはすごく重要で、最近私が出会った概念で解釈的不正義っていう概念があるんですけれども、これは例えばセクシュアルハラスメントとか、はい、あるいは産後うつとかですね、そういう言葉ってある時代まではなかったわけですよね、はい、でそれの言葉が生まれる前までっていうのは女性たちはそういう経験をしてもまあ、なんだか私がわがままなのかなとか、うん、私の勘違いなのかなと思わされていた、うん、まあ、解釈的にってことですか、はい、解釈的に、解釈資源がなかったので、うん、そう解釈するしかなかった。ところがその言葉が生まれたことで仲間と連帯することができ、うん、さらに自分が悪くなかったんだと、うん、これは自分の中にある一つの規則性だったんだっていうふうなことが、うん、こう自分のパーソナリティから切り離す形で、うん、対象化できるようになっていく、で解釈できるようになっていくということですね、うん、でそう考えるとこうその事例っていうのはある時期までこう言葉というものが男性向けにカスタマイズされていたっていうことを意味するわけですね、はい、でこれジェンダーだけじゃなくてあらゆる経験というものがマジョリティにとって解釈しやすいように、うん、マジョリティの経験を表現しやすいように言語がデザインされている傾向があって、うん、なのでその言語に合わない経験を持たされているマイノリティたちがいるということですね、うん、こういう不正義のことを解釈的不正義というふうにミランダ・フリッカーという哲学者が呼んでいる、うん、なるほどなと、まあ、当事者研究一体何をしてたのかなということを私もその概念でこう再認識するようになったというか、ね、解釈的不正義を是正する営みだったんだなということですよね、うんうんうん、で当事者研究の中で、はい、幻聴の当事者研究というのがあるんですよね、はいはい、で幻聴ってかつては一部の精神疾患に特徴的な症状だとされていたけど、はい、まあ、最近になって小学校高学年のお子さんの 17% ぐらいが、はい、まあ、日常的に幻聴を聞いているということが分かったり、うんうんうん、大人になっても大体 10% 前後は日常的に幻聴を聞いている、はいはい、いうことが分かって、まあ、非常にありふれた体験、うんうんうん、一部の人の特別な経験ではなくって、まあ、クラスに5人ぐらいはいるような、うん、普通の経験だってことがだんだん分かってきて、で問題はその後で幻聴のキャラクターに違いがあるっていうか、はい、すごく意地悪なことを言う幻聴と割といい関係を取り持ってる幻聴がいるらしいと、はいはい、で例えば平均化するとアメリカの幻聴は立ちが悪かったり、でガーナとインドの幻聴は割と優しい、つまりカルチャーの影響を受けている。で例えば日本で観察したりその先進国と呼ばれる国で観察してもその幻聴といい人間関係というかいい関係を取り持っている人と結構なんていうか脅されたりとか命令されたりとか、そういうこう完全に圧倒してくるような幻聴と過ごしている方もいて、違いは何かっていうと案外現実の人間関係を反映しているっていうことなんですよね。ストレスだったりとか、そうです、家族との関係だったり、うん、あとは主治医との関係だったり、うん、自分の支援者との関係だったり、で支援者とか主治医が高圧的で
患者さんに命令するタイプの主治医だったとすると、うん、幻聴も命令してくるとかね、うんうんうん、で逆に言うとこれまでは幻聴って言ったら大変だってなって、はい、消さなきゃっていう風なアプローチ一辺倒だったんですけど、うん、別にそれのアプローチは選択肢の一つとしてあってもいいんですが、それだけじゃないよと、幻聴と仲良くなる方法があるっていうことが今世界中で脚光を浴びてるというかですね、うん、注目されてる、幻聴さんをあることにするんですね、うん、でみんなで今日落合さん幻聴どうっていうふうに、なんて言ってるって言ったら、あこんなこと言ってるって、あいいねと、で落合さん越しにもう幻聴と直で喋っちゃったりすると、はいはい、いうふうなコミュニティの中に、それこそ なんかちょっとアバターと似てるというか、うんうんうん、実際アバターセラピーというのがあるんですよね、はい、幻聴を実体化するような、なるほどね、どんな人が体イメージできますかみたいなこととか、それが劇的な効果があるんです。あ、そうだ、うん、でそういうふうにもうあるものとしてコミュニティで受け入れて、うん、でその幻聴をもう含んでインクルードして仲良くなっていくっていうふうなセラピーがとても効果的、仲良くなる上で。寺田虎彦が、うん、物理学者の寺田虎彦、うん、エッセイ室の寺田虎彦が、うん、なんかね、化け物のなんだっけな、なんとかとかいう化け物となんだっけな、なんとかっていうエッセイを書いてるんですけど、うん、でそれとかを読んでると、まあ確かに科学も化け物みたいなもんだし、妖怪も妖怪として別に機能はしているわけだっていうことをよく書いていて、まあ、確かに我々は素粒子の存在を見たことはないし、まあ、もちろん観測的には分かるかもしれないが、ただ例えば物理の式で例えば F イコール MA を式として機能を説明するために持ってるだけであって、それが直接式オブジェクトとして我々の目の前で何か機能しているところを見たことはないし、それが同時に例えば雷神様を見たことがないが、雷神がいることにすればなんか祈れば心が安らかになるかもしれないし、人間の認知特性上解釈可能な何だろう、考え方として認識するのは人それぞれ別のものがあってもいいし、科学は意外とそれと相反するものではないっていうか、つまり科学的には存在は明らかではないが機能は認めることができるものっていうのはいろいろある、うん、先ほどのアバターも多分そうだと思うんですけど、うん、つまり機能してればそれでいいんじゃないかって思うと、うん、ぶっちゃけ実体の存在があるかどうかなんて、うん、我々だってお金っていうのは実体の存在はないものなのに、そうそう、わざわざ電子データや紙とかにスッとことで実体っぽく見えてるだけで、うん、お金も妖怪もほとんど変わらないはずなんです、確かに、時間だって妖怪とほぼ変わらないはずなんだ。そうですね、うん、当事者研究ってこう見えにくい障害からスタートしたんですけれども、はい、実はその障害がない人もその自分を持て余していたりですとか、うん、自分のことを十分こう把握できて、まさに解釈的不正義の状況に置かれて自分を捉え損ねている時っていうのがあるような気がしていて、でそこがもしかすると今まで障害の領域で取り組んできた当事者研究をもう少し、解釈的不正義って別に障害の領域だけじゃないですからね、うん、全ての人がモヤモヤと言語化できない体験たくさん持ってると思うの でそういうものを言葉にしたり表現にしたりする取り組みっていうのが例えばですけれども、こう組織、私もその仕事を始めるときに結構苦労したんですよね、職場で、うん、なかなか仕事生活はなんとかなるけれど仕事って大変だなっていうふうなことを経験してきたので、私が仕事しやすい職場って何だろうっていうのはずっとテーマだ、うん、私の当事者研究だったんですけど、もしかしたらみんなが当事者研究している職場って私も働きやすいかもっていうようなことを思い始めたんですよね。で、まあ、今やってるのは職場作りに当事者研究っていうのをこう展開できないかっていうのを今やっていて、はい、まあ、ジャストカルチャーっていうのは直訳すると正義の文化って翻訳できますけど、うん、まあ、要するにこう安心して正直になれる文化ってことですよね、うん、何か違うと思ったら違うって言えるし、挑戦したいんだって思えば挑戦したいって言えるし、うん、失敗しちゃいましたって言ったらちゃんと言えるしっていう、うん、まあ脅かされずに正直になれるカルチャーが当事者研究を通じて実現すると、仕事しやすい、みんなにとって仕事しやすい職場にならないかなっていうのを今考えてますね。なるほどね、うん、
孤立と自立の違いについてどうお考えですか。これは結構面白い。いや、これすごい鋭い質問ですね。それこそインディペンデントというか、こう頼らないっていうイメージ、一人で立つっていうイメージで自立を捉えてしまうと、それがこう孤立に近づいてしまうっていう風な逆説というんでしょうかね。その依存のポートフォリオじゃないですけど、こう依存できるものって4種類ぐらいあるのかなと思っていて、はい、で1つはあの物質ですね、うん、で2つ目が自分の肉体ですね、うん、で3つ目が自分と対等でない人間関係ですね。で4つ目が対等な人間関係。この4つのポートフォリオのバランスが、自分と対等な人間関係に極端に依存しにくくなって、うん、残り3つへの依存の度合いが増えすぎた状態を依存症と呼ぶんだと、うん、あ、確かに。いや、僕はあのなんか AI が発展するごとに、あのその対等に話す人間関係が減ってくんですよ。なるほどね。あ、つまりあの今までだったら丸々さんにこれを頼まないと仕事にならなかったなみたいなやつが、ある程度できるようになるわけじゃないですか、うん、それがいいのか悪いのかといったら、